さあ平子さん伺いましょう、はい、もう1回戦素晴らしい戦いだった2人です、朝日選手1回戦は相手の出方すら伺う気も感じなかったですからね。そうでしたね。しかし横山選手もね、スタブロスをあれだけ、はい、完封して見事に勝ち抜いたわけですから、どういうマッチングになるのか想像つかないですね。そうですね。マサトさん、何を楽しみにしてますか。いや本当にね、こう朝日さんのパワーが ね、 すごいんでね、どんな戦い、まあ、倒し合いになると思うんですけどね。そうですよね。バッティング、肘、ロールを特に注意してください。本当に第1試合の第1試合見ても、まあ、1ラウンドからまた行くのかなとかかもしれませんね。まあ、この、まあ、それぞれの相手が上がってくると想像もあったでしょう。きっとこれに向けての戦略も練ってきているはずです。まあ、まさにこれゴングの瞬間から瞬き厳禁の準決勝第2試合、そして決勝戦ではレオナペタスが待っています。こちらが赤コーナー朝久博隆、こちらが青コーナー横山智也です。出方を見るか、遠い位置から左の下段、そして上段、うわー、いくの突き刺さったな、お腹に前蹴り、うわー、左フック放ちますが、朝日さん、この下段蹴りです。左のフック、うわ、効いた、当たりましたね、今左フックでした。びっくりしてるな、ちょっともらったことに、あ、効いてますか。いや、効いてます、効いてます。あ、ダメだ、効いてます。なんとか立ち上がる、チャンス、チャンス、さあ、仕留めに来た、仕留めに来た、恐るべし朝日さん、かわってまたもや秒殺、息一つ乱さずです。決勝進出、朝日さん、日の高左でしたよね。でも左がポツンとポツンと当たりました。ように見えました。1ラウンド37秒、1ラウンド37秒、こんなところにトーナメント上がってきた選手いますね。そうですね、まあ、強い選手ね、いっぱいいましたけど、いや本当覚醒しましたね。そうですね、覚醒な、この結果第5代これ決勝戦楽しみだな。レオナ戦となりましたね。レオナもね、なんかレオナはそう簡単にいかないと思いますけどね。これですね、今の左、ここ、あー、これ当たったんだ、ちょうど見えない角度だった。あー、また左当たってる。あー、左ね、蹴りから前蹴りからの左なんですね。そうですね、そうですね、そういうコンビネーションなんですね。全く汗一つかいてないですね。あの1回戦は44秒、今回37秒、なんか普段は6時間くらい練習してるんですよ。まだウォーミングアップにもなってないからじゃないですか。あの1回戦の時、マサトさんからお話ありましたけど、平子さん、はい、いわゆる官庁からゴーサインが出てるわけですよね。いつ行ってもいいと、直してもいいぞとそしたら実際に倒せてしまう。停電に備えた防災グッズ15点セットが贈られます。この笑顔と、あのこうなんとか震撼するような戦いと、あまりにもギャップです。恐るべし朝日さ空手、マサトさん、まあ、22歳横山、これ何もさせてもらえませんでしたね。そうですね、まあ、決勝戦はね、まあ、この感じの多分イメージを持っていくと思うんですよ。そうでしょうね。ただレオナはもう真っ直ぐの小さいパンチ打ちますからね、はい、すごく気をつけないと。そうですね、結構大きく振っていくと、はい、ただね、まあ、これ効いてたんですね。すごいパワーですね。手首だけでこうグッとちょっと当たっただけですもんね。あの前蹴りからのね、こう見にくいですよね。ですね。まあ、まあ、いわゆるジャブに近いですよね。っていう役割ですか。ジャブというか、もう突きみたいなパンチですよね。さあ、決勝戦のカードは決まりました。タケルが巻いていたベルト、タケルが返上したベルト。さあ、巻くのは果たして朝久博隆か、それともレオナペタスか、今夜のメインイベントで相まみえます。